確かな技術とサービスを誇る日本のヘアサロン。世界中からたくさんの人々が来日し、注目が高まる今、ヘアサロンの感動体験を新たな日本文化として発信していきたい。その思いでガイドブック神カリスマは生まれました。世界に誇れる日本の美容師たちの思いに迫ります。ヘアサロンガーデン表参道。石原萌さんは自然でおしゃれ感のあるショート&ボブスタイルが人気の美容師。最近のトレンドは顔周りのアレンジ。最近ってこう流行ってるのがこうさっきこう顔周りがあって、お土産にワンカールのちょっと韓国っぽい顔周りが人気だったりもするんですけど、まあ、衛生的に厳しい職業の方とかだと顔周りしまわなきゃいけないってなった時に、結構この長い顔周りだと間が空いちゃうので、この重めのこの感じの印象とちょっとここを上に上げて透かした時のフェイスラインの印象はやっぱりちょっと変わるので、まあ、こういうちょっとした変化でもやっぱつけれた方がファッションとかヘアスタイル、結ぶか下ろすかで変えれるので、下ろしたら柔らかい雰囲気、上げるときっちりした前髪っていう二重の前髪というか顔周りがやっぱりお客様のこうライフスタイルを聞いてると使い分けられていいなと思って、最近はそのご提案したりとか切ったりとかしてます。石原さんは海外からのお客様に対しても自分らしさで接客することを心がけています。結構海外の方たちは日本の美容院に来てみたくて来ましたって方が多くて、やっぱりそこにどうやって応えていけるか、やっぱそこにどれだけ寄り添えるかで日本のこれからのイメージだったりとか、やっぱ日本が大好きっていう海外の方が本当 100% ぐらいに多いので、接客の丁寧さだったりもそうですし、笑顔だったりとか言葉の選び方とか、まあ、節目節目の間の取り方とかは誰にも負けないなっていう自信がやっぱりあるので、技術の向上は当たり前にやっていくべきものだと思うんですけど、それをやりながらも自分らしさは忘れないで、これからも美容師を続けていきたいなとは思ってます。ここで神カリスマの皆さんに自分らしいアイテムを紹介していただきましょう。石原さんのマイアイデンティティは、肌のスキンケアの保湿にハマってます。30秒空気に触れたらもう意味なくなっちゃう美容液があって、それを最近ずっと毎日毎晩使ってます。あとはパックは朝と夜で種類変えて、やっぱ使うとお客さんにこれ良かったですよとか話せる内容がやっぱ予想じゃなくて体験した方が増えて、なんか本当に会話が楽しくなったなと思ってるので、結果はこれから出せればいいと思うんですけど、今そっちが楽しくなったのでいいかなと思います。いただいた色紙というかこのトロフィーみたいなのをサロンに飾った時に、結構なお客様があれって言って喜んでくださった瞬間があって、お客様のために撮ったって思ったらより嬉しいなっていう思いがあって、結局なんかこう技術だけじゃないのかなっていうのをその時に思って、お客様がいてくださっての神カリスマだなっていうのを改めて毎日感じるので、これからそこを目指していく方たちは賞を取るっていうことをゴールにっていうよりかは、美容師っていうものを続けてきたからこそもらえる賞だっていうイメージでやっていくと、より美容師が楽しくなるのかなと思います。